皆様こんにちは。 えー、令和元年度の診断士一次試験ですねの科目別解説動画ということで形状システムの科目の解説をしていきたいと思います。担当はレクセニコ氏中小企業新入の黒川です。じゃあですねまあ、あのー、形状システムということでまあこの形状システムに関してはまあ、ここ直近3年間ですねまああのー、簡単な傾向が続いていてで特に今回のそのまあ解説させていただく令和元年のですねあの本試験に関してもかなり簡単だったんですよね。 で簡単だった年っていうのが結構あのど,どう簡単かっていうとやっぱりこうベーシックな論点っていうのがまあ,あの中心に取材されていてで要はまテキストに出てるものがまあ、結構そのまんまこう出題されてくるんですよねそうするとやっぱりもうあのー、皆さんできるというところで結構あの正答率は高くなってくるという感じなんですよねなのでこうテキストの学習っていうのがかなりやっぱり生きる のののがこの簡単なな本試験になりますただまあ本試験の,その年度によってやっぱりかなり難しい年もやっぱりあったりもするんで、まあ、そうなってくるとやっぱりそのテキストの範囲内からの出題がまあ減ってくるっていうのは あるもしくはテキストの範囲内なんだけどもかなりひねって応用論点としてですねかなり突っ込んだ話をしてくるんででまあ選択肢をこう判断するっていうことがまあ難しくなるというような、まあ、そんな出方なんですよね。まあ、な,なのでですね、あのー、それはかなり取るのが難しいと。ということで、あのー、結局ですねやっぱり大事なのは、まあ、まず簡単な年度に当たった時は確実に 取んなきゃいけないんですよね。あの出,出題されてきたやつがまあ、ベーシック論点が中心なので、やっぱりみ,みんなできるんですよ。みんなできるんで、そこを外さないように確実にやっぱ取る。 その基礎,基礎力でですすねが絶対的に必要ですしで難しい年度になった時はどうするかっていうとやっぱりそのね取れない問題も取れないですんでそこはもうあの捨てるしかないですよね捨てるしかなくて要は取れるところできっちり取っていくっていうところですよね。で <laughs> まあ,あの70点80点という高得点は難しいながらもやっぱりそのどんなに苦手でも50点はキープすると。でまあ多少、まあ、できる人であれば60点は取っていくというぐらいのちょっとこう 低めのです、ね、得点目,目標得点にしてで基礎をとにかく確実にやっぱりそこも取るとでそこでやっぱりある程度ですね積み重ねておかないとやっぱり応用論点でやっぱ点取るって難しいので,でなので基礎問題をやっぱり取るということなんですよね。 なんでどちらにしてもやっぱその基礎の部分をしっかり固めるっていうことがもとにかくこの本試験を突破する上で大事でどんなに難易度がこう難しくなろうが簡単になろうがですねその基礎論点こうベーシックというあの基礎論点のところをですねちゃんとあのしっかり理解してでまあ確実にやっぱ取るとで他の受験生さんがみんなできるところは確実にやっぱできなきゃいけないという感じなんですね。 なので、その要は取りやすい問題を確実に取れるようにするとそのためにはやっぱりこのテキスト。このフォーカスのテキストが、ね、やっぱりま1番いいという。ところで、フォーカスのテキストにこう載ってる内容っていうのを、やっぱ確実にこうマスターしていくっていうのがやっぱ重要なんですよね。で、なんでこう？テキストもいろんなこう。 だだんだんややればやるほどですねいろんなこうテキストを浮気したいなっていう感じになってくると思うんですけど、まあ、そうじゃなくやっぱりあのその一つのテキストをやっぱり信じきるというところがまあすごく大事になってくるかなとでそのテキストとその過去問集ですよねのこう、まあ、じゃあ過去でどう出てるのかなとかっていうのを確認しながら学習を進めていくっていうのは大事なんで、まあ、とにかくですねこの「フォーカス」のテキストっていうのをこう中心にですね学習していただければですね、あのー、まあ本試験対策っていう意味は、まあ ま十十分分すぎるるほど、まあ、十分になってるんで、まあ、そこをですすねあのしっっかりやっていいいただければなという,ふうに思いますで今回はその令和元年の本試験問題をまあ使いながらですね、まあ、あのいくつかこうピックアップさせていただいて、まあ、こんな問題が出てますよねとで例えばこの辺の論点はテキストに載ってますよとかっていう話をちょっとあのさせていただきたいなというふうに思いますんで、まあ、実際の,です、ね、あの本試験問題をです、ね、お見せしながらですねちょっとその辺を見ていきたいなというふうに思っておりますと。 っていったとたころですでちょっとですね切り替えましてで問題をですねちょっと移していきますと。でまああの基本的に形状システムは、まあ、第1問からこう第、まあ、25問までですね,ね25問構成になっていてでまあ結構ですね今回の問題は簡単優しい問題でしたと。 というところで、で第1問からですね、まあ、ハードウェア、ソフトウェアの論点がこう入ってきて、まあ、データベース、ネットワークと続いて、でまあ、クラウドとかで、システム開発とか、セキュリティとかっていう論点に後半続いていくという流れなんですよねで。その中でもっていうので、まあ、あの第1問ですね、このタッチパネルについては、まあ、問われてるんですけど、まあ、ここもですね、あのー、基本的にちょっとマニアックなんですよ。マニアック論点で、まああのー、そこまでですね、あのー、しっかりやってる受験生っていうのは少ないですね。でこれも、まあのフォーカス テキストね基本的にはそこまでちゃんとは載ってないです。ちゃんとは載ってなくてただまあほ他の受験生さんもですねほとんどやっぱできてる人少なかったんでこの問題は別に取れなくていい問題だったんですね。で第1問はまあそんな問題で、まあ、テキストに載ってないやつは基本的にまあ正あ答率も低くて別に取れなくても問題はないという問題としてですねまあ主催されてるんでこの辺はあんまり気にしなくて大丈夫ですね。 でちょっとやっぱり見ていきたいのがやっぱりこの第2問あたりからですねですとで。これもちょっと久しぶりに出題されてきたんですけども、あのーまあ、ディスクですね、ブルーレイディスクとか DVD ですね、まあ、この辺の,あのディスク装置についての出題が、まあ、ありましたよといったところなんですね。 で、フォーカスのテキストにもやっぱりこの辺は出てます。で、ブルーレイとか、まあ DVD とか、フォーカスにはまあ CD とかね、まあそういうやつも含めて、まあ載ってますんで、その辺もちょっとあの参考に、補助記憶装置のところにやっぱり載ってますよと。っていうところです。で、そこの、そのブルーレイの特徴だとか、DVD の特徴とかっていうのをしっかり捉えていただいて、その中で ROM とか、R とか、で、RAM とか、まあ RW ですね、リライダブルとかっていうのがまあありますよと。 っていう、まあ、それぞれのこう特徴っていうところを、ね、あのしっかり捉えていただいてで、まあ、R だったら今1回だけ書き込みができると読み出し専用じゃなくてと ReadOnlyROM、まあ、が読み出し専用ですよねリードオンリーメモリーで r っていうのは1回だけ書き込めるよというところで,で RW っていうのはあの何度でもとリ e イタブルというところで書き,書き込みが何回もできると、まあ、RAM もそうですね 何回も書き込みができるという特徴になっているのでその辺を知っていればですね結構解きやすいんですよねでまあ繰り返しできるよとで ROM だからやっぱ読み出し専用ですよねっていうところではまあ R は違うよねとでブルーレイディスクの R R に関しては読み出し専用って書いてあるんですけど1回だけ書き込めるっていうはずなのでやっぱこれも違うとで RAM に関しては何回でも書き込める はずなのでで度だだけとといいう,うに書いてあるのでこれもうだとそうすると A ですよね。リライタブルで繰り返し書き換えることができるデータをですね。でできますよと。まあその通り正しいですという感じで、まあ、A を選んでいただくと。まあ、この辺もですね、やっぱりこうテキストの知識を使いながらですね。で、まあ ROM とか RAM とかっていう話もありますが、まあ、この辺がですねど、どういう意味なのかというところをこうしっかり理解していればですね。 まあ、解けるという問題なんですね。なのでしっかりテキストをやってる人は解けますしまあ結構一般常識的にも、まあ、解きやすい問題ではあるので、まあ、この問題は間違えちゃいけない問題ですね。間違えちゃいけない問題なのでしっかり注意してですね、まあ、こういう問題をです、ね、テキストで確認しながらねしっかり解けるようになってほしいと、まあ、そんな問題でしたというところですね。です。で、まあ、次になんですけど。 ちょっと第、まあ、3問ですね。第3問ちょっと見ていきたいなというふうに思います。で、この問題ちょっと難しかったんですよね。正答率は結構低くて、まあ大体まあ2割強ぐらいですね。で、30%いかないぐらいですね。かほとんどの人は間違えてると。ほとんどの人は間違えていて。で、ただですね、あのー、こういう問題も、まあちょっとできなくてもいいんですが、テキストには載ってるんですよね。 ちゃんと載ってる論点で、AJAX もそうですし、クッキーもそうですし、CSS、カスケードスタイルシートですね、スタイルシートもそうですし、Java とかっていうところですね、オブジェクト思考の中身、インヘリタンスとか、こういった内容についても載ってるんですよね。載ってて、フォーカスのテキストに全部載ってるんですよ。載ってる内容ですね、クッキーもそうですね、載ってますよと。 載ってるところなんで,でなので総合的にただ載ってる場所がですね結構分野をまたいでるんで多分そ,れそこの理解ですよねその紐付けの分野またぎの理解が、まあ、しっかり選択肢ごとにですねあここの分野のここで、ね、出てたやつだなというのがこう、まあ、落ち着いてですね対応できればまあ解けたかなというところなんですけど、まあ、そこのですね、まあ、テキストを横断的にさしっかりやってると。 なんでテキストのこのテーマごとにですね、こう区切ってで、ね、学習してるとあんまりこういう問題は解きにくくなっちゃうんですよね。だそうじゃなくテキストをこう横断的にですね行き来しながらしっかりですね関連づくところは関連付けながらですねややれているというのがベストなんですよねっていう形です。 で例えば、アーとかが、AJAX はとかって書いてあって、ウェブブラウザーの JavaScript ですね。で、HTTP 通信を利用しながら対話型の Web アプリケーションを構築する仕組みであるというところで、テキストにもほぼ同じような説明で載ってます。フォーカスのテキストですね。JavaScript を使って HTTP 通信をしますよと。で、そこで、まあ、非同期、非同期通信するんだとかっていう、まあ、さらにプラスアルファの要素も、あのー、フォーカスのテキストに書いてあるんで、まあ、似たような内容で書いてるんですね。 でいうところでまあこの内容違和感は特にないなっていうふうに思っていただければ OK かなっていうところなんですね。っていう感じなんですよ。なのでそういったところで AJAX は正しいよというところが分かっていただければいいですしというところですね。であとはまあクッキー。クッキーについてはまあパソコンですね。ウェブブラウザの中に情報を保存するんですよねで。なんか ID とパスワードを保存したりとかっていうのはクッキーという領域に保存するんですね。 ウェブサーバーの指示によってサーバーにユーザー情報を保存するんじゃなくて、まあ、ブラウザに保存するんですねパソコンの中に保存する情報がクッキーですよというふうになってくるんでやっぱこの辺が違うねとでこういう細かいところにこれは違うとウェ,ブウェブサーバーに保存するわけではないというような内容が作られれば OK ですよね。 ウムもそうですね。CSS ですね。スタイルシートはタグによって書くよとかって書いてあって、で、独自のタグをとかっていう話をしてるんで、これはまあ完全に XML の話ですね。で、XML についてもフォーカスのテキストにしっかり載ってるんで、独自のタグを使ってとかっていう説明で載ってるんですね。この、この説明のまんま載ってますんで、まあやりゃで,できるはずなんですね。これは明らかにこう XML の話だっていうのがわかるはず。 なので、まあ、こういうのはまあ判断はしやすいですね。フォーカスのテキストをやってれば判断はしやすいかなっていうところですね。なのでこれは違う罰だと。で次の Java ですね。A。Java は C 言語にクラスインセンエリィタンスでオブジェクト指向の概念を取り込んだ言語だと。で C 言語に対して上位互換性を持つよと。でここの判断が難しかったのかもしれないですね。 でこの「このフォーカス」のテキストにはあの C 言語を改良してオブジェクト思考に改良したものが C++ だって説明が書いてあるんですよ。ちゃんと「フォーカス」のテキストに書いてあってレックス A だったらこれ結構できたんじゃないかなと思うんですけどね。でその、C、を、あのー、さらに 改良して Java を作ったとなんでどっちかというと C 言語と互換性あるのは C++ ププララの話かなっていうふうにまあ思ってくれればいいんですよね。で C++ を元にして Java を作ったんで C 言語 C++Java ププララの順番なんですね。ということは C 言語に対して直接互換性持ってるのは、まあ、C++ ププララの方かと。っていう形。まあ、そんなふうにですね、あの問題が判断できれば OK だったというところですね。まあ決して難しい問題ではないですね。 決ししてて難いい問題ではないんで、ではななんちょっっと正答率低すすぎんなって感じですね。もうちょっとできてほしいですね。フォーカスのテキストをやってる人だったらこの第3問。第3問はできてほしいって感じですね。まあそんな問題になってましたと。といったところです。で、まあ次ですね。です。で、ちょっと飛んで、まあ例えば第7問とか見ていきましょうかね。 で第7問でシステムはまあ処理構成システム構成の問題ですかねでシステム構成に関する技術、まあ、この辺の論点当然出てますでクライアントサーバーシステムっていうのもしっかりフォーカスのテキストでやりますといいしで、まあ、ミラーリングとかデュアルシステムとか、まあ、そういったところに関してもまあ当然やっていきますよとっていう話ですで まあネットワーク論点とかと絡んで取材されてるんですけど結構やっぱりちょっとあの分野またぎになってるんで難しいんですよ難しいんですけどちょっとこれこういう問題もですね実はテキストにしっかり載ってるところなんでそこをちゃんと理解しながらですねやれてればまあ容易に解けるはずなんですねなので正答率もこれもあの4割弱ぐらいしかないんですけど もうちょっっとやっぱ取れるはずなんですねでこういう問題も実はテキストをしっかりやってれば取れるんですよ。取れる問題なので、うん、あのもっと高得点を狙うってことはできたはずだというところですね。なのでまあ,あの正答率低いながらもですねやっぱりテキストは普通に載ってる問題載ってる論点ってやっぱりこうやって出てるんであのさっきの問題と同じようにですねこの,この問題もやっぱ解けた方がいい問題ですね。になりますと。 でまずですね、A のところですね、クライアントサーバーシステムのクライアントでと、データ処理は他の多くの機能を担うようにしたと、システムを新クライアントシステムっていうふうに言いますよというふうに言ってるんですけど、で新クライアントっていうのは、要はクライアントの機能を必要最小限にすると、新、まあ薄、ファットの逆ですよね、細くすると、クライアントの機能をもう極限に細くするとで、機能はもうクライアントにあんまり持たせないと、でサーバーにどっちかというと任せるよと。 いうようよな形ですねなのでクライアントでなんかデータの保管とかをやるんじゃなくてサーバー側でそういうデータも全部動かすよと。でクライアントの機能を必要最小限にするよと。 でまあ、現代のパソコンだとですねかなり高性能なパソコンありますけどやっぱりこうタブレットとかやっぱりスマートフォンとかですよねそういった、まあ、あの小型端末モバイル端末とかがやっぱりこう普及してるんでモバイルであの見れるデータみたいなでモバイル端末にデータたくさん保存することできないんでそういうのをやっぱりサーバーに任せるとでサーバーでデータを保存するしサーバーでプログラムを実行するし。 っていうような形にするというのがまあシンクライアントですねになりますんでまあこの辺はまあしっかりですねあのシンクライアントも当然あのフォーカスのテキストにしっかり出てますしでそのシーンの逆がファットだという話もです、ね、やっぱり載ってるんでちょっとこういったところですね気をつけておいてくださいとで次に E ですね今システム2系統を用意してで常に同じ処理を行わせてその処理を相互にしましょう照合を比較すると で、それをミラーリングって言ってるんですけど、ミラーリングじゃんこれ、デュアルシステムですよね。デュアルシステムですと。で、デュアルシステムも当然あの、フォーカスのテキストに載ってますし、この称号っていうのがキーワードですよと。 で称号っていうのをこう図にしてですね、ここで称号するんだと2つのシステムを称号し合いながら動かすんだっていうふうにテキストに載せてるんですね。載せてるんで、まあ、そこのちゃんとキーワードをあー頭の中で引っかかって、ああ、これデュアルシステムの話だな、やったなというところが判断できれば OK というところですね。まあなので、普通にまあテキスト、フォーカスのテキストやってればできるものですね。になります。 で,うでネットワークの対等な、まあ、関係ないコンピューター相互に直接接続しますよと。でデータをまあ受信するシステムグリッドコンピューティングというんじゃなくこれピアツーピアですね直接通信するこれネットワーク論点ですねネットワーク論点のピアツーピアのシステムかなと。でグリッドコンピューティングっていうのは、まあ、あの小型コンピューターをネットワークでこうつなぎ合わせながらで一つの処理をす,、ね、するというようなまあ要は処理形態の一つですね。 になりまますすんで、まあ、それととはちょ言ってること違いますよね直接接続してというようにまあしたんじゃなくネットワークを返しながら複数のコンピューターで,で一つの処理を実行させるという考え方がグリッドコンピューティングになります。で A ですね。で複数のコンピューターを相互に接続とあたかも一台の構成のコンピューターのごとく、まあ、構成したシステムをクラスタリングシステムというふうに言いますよとっていう話。まあこれが正しいんですね。 ですとでクラスタリングに関しては、まあ、かなり、あのー、大々的には載ってない確かに載ってないんですけど、あのー、ちょっとキーワード的な形では載ってます。で、まあ、そういう意味では、まあ、全,全てのキーワードの,あのフォーカス内のテキストに載っていてで、まあ、あのそういったところの,、ね、あの知識をしっかり身につけてですねで、まあ、理解していればできると。 丸暗記で対応しようとするとやっぱフォーカスの細かいところまでやっぱり覚えてないっていう形でな,なんだか分かんないとクラスタリングなんかやったような気がするけどちょっと分かんないなみたいな感じになるんですけどやっぱりこう理解中心のやっぱ学習ですよね。でフォーカスのテキストを使って理解しながらやっていけばですねこういうようなことがクラスタリングって言うんだなとかこういうのをグリッドコンピューティングで言うんだなとかっていう理解で押さえていけばですね 結構判断でできるんですよねなのでそんな形でですねフォーカスのテキストは、まあ、暗記のために使うんじゃなくて理解ですね理解中心に使っていただけば問題も解きやすくなりますんで、まあ、こ全てのキーワードがですねせっかくあの載ってるんで、まあ、そこをですね、あのー、しっかりやっといてほしいなというところになりますうんというところですねであとはですねで次に まあデータベース論点ですかね。まあ第9問とかちょっと見ていきたいと思うんですけど、まあこれもかなり正答率低かったんですよね。ちょっとかなりやりにくいというところで、まあ出てきた問題ですね。<laughs> ちょっとあの、難しい問題を取りあの、ピックアップしてるわけじゃないですけどあの、ちょっとこれもちょっと難しい問題ですね、になってましたと。で、30大体正答率も36%ぐらい。 なんで、まあ、かなでかりり取りにくい問題だったとデータベース論点で取りにくい問題っていうふうになってしまってたと。で、まあ、過去の問題パターンからしたら過去問からしたら、まあ、こ,このような論点は、まあ、確かに出題はかなり少ないですね少ないのであの、まあ、そういう意味ではですねあの解きにくかったかもしれないですけど、まあ、これもです、ね、あの同じように先輩、ね、フォーカス」のテキストに載ってる論点。 なので、まあ、そこの知識を駆使すれば、まあ、取れるという問題だったよというところです。でちょっと見ていくと <laughs> <laughs> A のところですね。<laughs> でレコード間のまあ相互関係ポインターを用いて記述した木構造ですね。ツリー構造。ツリー構造になっている表現するデータベースをまあ階層型 DB というふうに言いますよと。 いいう,うに書いてますとで階層型っていうのはまあ確かに木構造ツリー構造なんですねになっていてでポ,もうポインターでですねあのどことどこがつながってんのかというところです、ね、あの見ていくような形ですね。で要は1対多になってくるような親が1で子が多になってくるような、まあ、階層構造のデータベースですね。 のこととを言いますとでこれはもうこれで正しいですね。正しい論点で階層型のデータベースとかっていう話も一応載ってます。載ってましてでツリー構造とかっていう話に関してもやっぱ出てきますしでまあ、言うなれば XML とかもツリー構造ですよとかっていう風になっていてそっちからですねあの紐付けられれば確かに XML と階層型だったなと。<laughs> まあそうういいったとととこころろでででですすねね、まあ、判断できるかなちなみに階層型っていうのは例えば住所とかが、まあ、あのイメージしやすいですね。で住所と東京都っていう、まあ、親があったら親に対して子は複数なんですね。新宿とか渋谷とか中野とか、まあ、そういうふうに複数あって <laughs> 子からしたら親は一つなんですね。新宿からしたら絶対東京しか親がないですし突然北海道っていう親がひ,あのひも付いてくることはないという感じですね。 そういう感じで <laughs> 常に親が1子が型という構造になっているというのが、まあ、3構造です、ね。で,すで B のところのデータを複数の表に整理して表と表の間にはそれぞれの表の、まあ、値を用いて関連付ける、まあ、表を使って関連付けていくデータベースですねまさにこれがリレーショナルデータベースですね <laughs> 表形式ですね RDB。 これは一番よよくやるやるつですよねなのでこれはまあリレーションデータベースだなっていうのが分かるのはもう当然のことという感じでもうこれもしっかりフォーカスのテキストに載ってますしこのネットワーク型データベースという用語自体もちゃんとあのフォーカスのテキストにやっぱり載ってますんで階層型とかネットワークっていうのがあるんだと。でネットワーク型の場合はさっきのツリー構造と違って親が複数になると。 叩いたなんですね <laughs> 親と子の関係がたたいたになってくるというものがネットワークデータベースというふうに読んでます。で、次。<laughs> で、C が。 データを識別するためにキーとデータの値ですねキーと値しかないデータベースをキーバリューデータベースということで、まあ、KVS という感じで言ってるよとキーとバリューだというところですねで KVS っていうふうに呼んでるものがあるとこれも載ってます法先生に載っていてで KVS っていうデータベースの種類があるんだとでキーと値しかないよっていう形で載ってるんでまあこれは正しい内容を言ってるんだなっていうことはやっぱり判断できてほしかったなっていうところですね でちなみに過去、過去問でもキーバリュールデータベースはやっぱり出てます。<laughs> 出てますんで、まあこういったところですね。やっぱりこう判断できるようにしてほしいなというところですね。で、D ですね。で、レコード感ですね。で、相互、まあリンクを用いて記述した気構造や、まあ網構造ですね。で、ネットワーク構造ですね。 でもう表現できるデーータベースの関係データベースといいう,うに言いますで。関係デーータベースとかね、まあ、リレーションデータベースのことを言ってるんで、表形式なんですね。表形式になってるはず。で、これっていうのはなんかこうリンクを用いてとかっていう話をしてるんで、で、これはどっちかというとネットワークデータベースですね。まあ、気構造、アーミ構造ですね。で、叩いたと、ネットワークという形のデータベースですね。で、まあ まあ、リンク使うんでというところですね。まあ、例えば XML データベースでもまあまあ表現できなかなさそうですけどとっていうところですね。まあ基本的にはネットワーク型というデータベースの種類になってくるかなと,という感じですね。ということで、まあ、ここもですねこの問題に関してもほぼフォーカスの知識だけでですね解ける問題になっているんで。 でそれでも正答率がなぜか36%ってやっぱりちょっとおかしいのであのもっと高く高い正答率はで,できるはずなんですね。なのでしっかりこうテキストをしっかりやり込んで,で他のものにあんまりこう浮気せずにですねちゃんとテキストを真面目に取り組んでいる人はまあできるはずなんですよね。できるはずですので、まあ、決してですね、あのー、その形状システム、まあ、要は IT 業界にいない人ですね いなくてもで,す、ね、で形状システム苦手ですよという人でもやっぱりテキストをちゃんとやってればですね解けますんでこういう問題ですねあのちゃんとテキストの中からあの出してくれてるんで、まあ、ちょっと難しい問題でもですねあのテキストの範囲内というぐらいですねあのと知識的には解けるという感じなので、まあ、是非ですねあのとしっかり解けるようにしてほしいなというふうに思って じゃあちょっと次の問題ですね次の問題ちょっと見ていくとで今度はそのまま第10問ですね次の問題見たいと思いますでこれもですね画像形式ってことで、まあ、久しぶりに出たんですねでまあ全てこのここに出てくるビットマップ JPEGGIF ピングが全てフォーカスのテキストに載ってますでまあ大体的に載ってるやつででしかもフォーカスのテキストにはもう無数の、まあ、画像形式を載せてるわけじゃなくてもうほぼほぼ大体これぐらいですね あのち,ょうどちょうどぴったしフォーカスのテキストに載ってる分がそのまんまやっぱあの出てるって感じですねこの試験に出てるとなんでまあ普通にテキストあの無理なくやってれば、まあ、無理なくできるとっていう形ですねでここはさすがにまあこれはさすがに生徒率はやっぱ高くて70%をちょっと超えてるんでこれは絶対できなきゃいけない問題ですねになりますでビットマップってどんな形式かなとでまあ圧縮してんのかなしてないのかなとか 基本的にはまあ圧縮されてないですねさ。されてないと。されてない形式で,で、まあ、256色でもないですんでこれ256色で圧縮してるよっていうような形式はこれは自負ですね。自負の説明になってるんで、まあ、これは違うと。不適切ですよね。で JPEG の場合非可逆圧縮ですね非。非可逆と可逆圧縮の違いについてもやっぱりここもフォーカスのテキストに載っていて。 日逆圧縮っててのはあのー、切り捨てるんですね。余分なものを切り捨てて保存する形式圧縮する形式が非可逆圧縮なんで切り捨てちゃうともう二度と元には戻せないと。で可逆圧縮っていうのは、まあ、ZIP ファイルにするみたいなイメージと一緒で,で要は元に戻せるんですね解凍すれば元に戻せるみたいなのが可逆圧縮でですねその分圧縮率はそんな高くないんですよ。非可逆は、まあ、切り捨てるんでやっぱりあの圧縮率は結構高いという感じですね。 で、フルカラー静止画と。で、JPEG の特徴は非可逆圧縮ですよと。で、フルカラーですよと。これもう本当にフォーカスのテキストそのまんまの文章ですね。これ絶対できるはず。これ正しいなっていうのが判断できるはずですね。で、C のフ負ですね。で、自フは圧縮しないですよと。で、これはまあビットマップの説明ですよね。ドットの集まりとしてと。とで、フ負はあの圧縮して256色しかないので、イラストデータとかそういうのに向いてますよと。 <laughs> 絵文字とかそうですね携帯の絵文字とかも自由なんですよね。であと D ですねピング。でピング形式っていうのが、まあ、あのこれも可逆圧縮ですね可逆圧縮フルカラーという感じで JPEG は非可逆のフルカラーでピングは可逆のフルカラーという感じでまあどちらも写真とかね、まあ、そういうので保存は向いてるというところまあピングの説明としては正しいですね。という内容で、まあ、ここはこう無理なくできる確実にやっぱできてほしい問題ですね。っていう感じでしたとっていうところです。 <laughs> うんじゃあ次にということでねネットワーク論点ですね入っていきますでネットワーク論点こそですねやっぱかなり基礎問題が出題されやすいんですよねかなりあの基礎問題が出てくるんであのこういう問題ですねほぼ,ほぼほぼほぼ出てくる用語は全てあのテキストに載ってますよ載ってるんでまあ,あの正確にですね ちゃんんと理解解してれば解けるはずなんですねただし正答率はなぜか低くて36%ぐらいしかないですね。この問題ちょっとあの正答率が異様に低いんでちょっとなんかおかしいなって感じですね。でちょっと見ていくと「あ」ですね。あで「あ、えー」で DHCP ですね。でまあ DHCP ってあのグローバル IP アドレスですね。グローバル IP を動的にダイナミックにあのパソコンに設定する。 プロ,あのプロトコルですよね。になりますんで、プライベート IP とグラバル IP の変換するのは NAT とかですね、IP マスカレードの話ですよね。なので、違うこと言って、違う用語の説明してんなっていうのところに気づいてほしいと。で、IP マスカレードとか NAT とか、このプライベート IP とグラバル IP の対応付けの話に関しても、やっぱ当然テキストに載ってますんで、こういったところは別の説明をしているということに気づける。 はずテキストやってれば分かるんですねでい、e、のところは Mac アドレス Mac アドレスにいても当然テキストに載ってますし割ここまでだとまあうん楽しいこと言ってそうだなって感じなんですけどネットワークのグループを示すネットワークアドレス部とネットワークの属自る個々の PC を識別するホスト部に分かれるってなるとこれちょっと、あのー、なんか IP アドレスの話ですよね。 で特にプライベート IP アドレスの話をしてるんで,で社内の IP アドレスプライベート IP アドレスを割り当てる時にホスト部ネットワーク部分とで端末の ID に分けるんですね。分けてであのアドレスを 管理するよという話なんですねでこれはどっちかというと IP アドレスの話で Mac アドレスというのはもう固有の識別番号ですねネットワークの端末ごとに割り振る固有の識別番号ということで。で「う」ですね。要は NAT はさっきのあの説明ですよね。で、プライベート IP とグラバル IP を対応付けるのが NAT のはずなんですけど、ちょっとこの文章からすると、欄に接続する PC に対して IP アドレスをはじめとして、ホスト部やまあ経路情報、DNS サーバーの情報などをまあ自動的に割り当てると。これ DHCP の話ですね。だこれとあとウが逆なんですね。説明が逆になっているということに気づければ OK と。 で、A ですね。A が、まあ、ポート番号ですね。ね TCP、UDP の通信によってと。え、識別できる番号だと。送信元のポートと、アーティストゲームポートの両方指定する必要があるよと。で、ポート番号についても、まあ、載ってます。あのテキストに載ってますがで、そこまで深くは載ってないですね。深くは載ってないですけど、まあ、当然、もうこの、この時点で、消去法で、まあ、A が正しいんだというふうに気づけるはずですし、で、しっかりですね、あの、テキストのす隅々までやってれば、一応、ポート番号ちゃんと載ってるんで、 でまあ、<laughs> 内容的にですね識別番号、まあ、アプリケーションの識別番号っていうことで、まあ、確かにアプリケーションを識別するとは書いてあるんですね一応適当に書いてあるんでアプリケーションの識別番号と要は部屋,部屋ですよと部屋の部分ですねアプリケーションという部屋を、あのー、管理する部屋の番号のことですよとかっていう感じで書いてあるんでまあそ,のそこからですね紐付けてあ絵が正しいこと言ってんなというふうに判断できれば OK と。 というところになりますんで、ちょっとそんなふうにですね、対応していただければと思います <coughs>。で、次ですね、12問目もちょっと見ていきましょうかね。で、ここもネットワークの問題で、で、OSI 基本参照モデルのかなり基礎的な問題ですね、になります。で、OSI 基本参照モデルも、ネットワーク論点に入る、まあ、最初に、一番最初にやるんですね。 でアッップセットネレブととかってありますよと第1層から第7層まであってとかっていう話で、まあ、今回は第5層までの範囲内で見ていくんですけど、まあ、この OSI ですねで当然層の階層についてもやっぱしっかり説明がこの通りありますしでそれに対してどこが対応づくのかと。 ダイソーに何が該当するるののかとかかとそういうい紐付けの話もしっかり載せてるんですねでこれ結構そのレックのフォーカスのテキストの特徴的なところで対応付けを重視して載せてるんでこういう問題得点しやすいはずですねレック性はやりやすかったはずですねで他校はちょっと残念ながらちょっとこの辺の対応付けっていうのはあんまり載ってないのが多いんで他のテキストだったらあまこういったところまで踏み込んでないですねでで、まあ、レックはかなり この辺はまあオリジナリティというかで試験に出やすい押さえ方で載せてるんでまあそういう意味では問題は解きやすいはずですね。ちゃんとやってれば解けるというところですねですと,ということでですねまず A に関してねランケーブルですね電気的な信号を送受信するというまあ物理的なあのに電気が通っているのか通ってないのかみたいなのを言うそうなんで A は1の物理層ですねが該当しますし。 B に関してはリピーターハブですね。ケーブルながら電気を増幅と。で、そう、延長距離を、まあ、増幅させるよというふうに言ってるところと。という感じですね。まあ、リピーターハブですね。でもここも、まあ、B に関してもというところで、これもまあ物理層の話ですかね。になってるかなというところはあります。で、あとはあのー、C ですねで。ルーターですね。で、ルーターは第1 層ですねネットワーク層ですよといったところですね。まあ、この辺がですねあの、まあ、テキストでもね書かれていてでデータリンク層とかだとでブリッジとかスイッチングハブとかが該当しますしネットワーク層になるとルーターが該当するんだよみたいな、まあ、そういう説明は書かれているんでですねあのこういったところはまあ対応できるはずはずということで、まあ、しっかりですねこの辺は <laughs> まあ無理なくですねできてほしかったなというところになりますんで。うん まあことです、まあ、これもちょっとまあ60%弱ぐらいですかね60%弱ぐらいの正答率になっているんですけども、うん、まあもうちょっとできてもよかったかなというところですかね。です。うん、ということで。<laughs> うん、ここはいいかなというふうに思います。で次にということでで13問目ですかねここもちょっとそのまま連続的に見ていきたいなというふうに思いますけどラシスの論点ですねで要は稼働率の論点になりますよと。 でここもまあテキストに載ってるところでラーシースという言葉も載ってますしで稼働率この信頼性が何とか可用性がないんで保守性が何,何なのかとかっていう話ですね関しても載ってますしこの平均故障感が MTBF とか MTTR とか。 保守時間でですすねの話も載ってますとでこの辺とかあのラシスの論点を絡めてちゃんと一緒の一緒のテーマの一緒のページの中にですね載せてあるんで、まあ、こういう問題もちょっと解きやすいと思いますね。あのレックス性は解きやすかったかなと。でも、まあ、一応正答率も60%で高いので、まあ、解けなきゃいけない問題ですね。になってるますと。 でちなみにラシスの R 信頼性は MTBF で表すことができる指標なんですねだから信頼性を表す指標が MTBF でで保守性ですね保守性を表す指標が MTTR なんですねこれが保守時間なんでこれが短ければ短いほど保守性が高いということですね MTBF が長ければ長いほど信頼性が高いと動いてる時間が長い方が信頼性が高いと この動いてる時間と保守している時間止まってる時間ですねの割合が稼働率なんですね。稼働率が可用性のことを言ってますよと。まあこの辺が分かれば、まあ、全然十分かなと。<laughs> という感じですね。ということで,で、まあ、システム A は480時間ですね。MTBF。で保守時間は20時間で B は532時間で。 まあ、MTBF は B の方が長いんですよね。だ信頼性は B の方が優れてるんですね。信頼性は B の方が優れてると。じゃあ、U の選択で見ると、信頼性 A の方が優れてると書いてあるので、U バースだと。で、B が優れてるんだと。っていうことですね。で、修理時間が28時間なんで、保守性っていう意味では、まあ、A の方が優れてるんですね。保守性。保守性が、まあ、優れてると。で、保守性に関しては特に記述がないよと。 っていう感じなんで、まあ、単純にこういかんとで,ではということで、じゃあ稼働率で出していくというふうにするとですね、で稼働率出すとですね、まあ、A, A は96%ですね、でね、B が95%になってくるんで、まあ、A の方が高いんですね。ゃ潰用性、まあ、ちょっとその稼働率の計算をするとですね、計算式も載ってます。で、フォーのテキストに載ってますしで、運営管理の方でも出るんですよね。この辺出るんで。 まあ、あのその辺の知識を総合してもできますし、形状システムのこのテキストの中にも稼働率があの算出方法が載ってるんで、まあ、可用性ってきたら稼働率のことだと。で、稼働率を求めてみると、まあ、A の方が高いよというふうになるんで、まあ、い、e、で正しいかなとで。ちなみに安全性とか保全性とかっていうのをこう表すものは、この MTBF とか m t t r を使っては出せないので、まあ、基本的にもうこの辺は対象外ですね。だからまあ消去法で 消去法でまあ可用性を選べるかなって感じですね。別に稼働率の計算をしなくてもですね。しなくてもまあ問題を解くテクニックとしては消去法でまああの安全性保全性は絶対に違うと。まあラッシュスの中でもこの MTBF と MTTR を使って求められるものではないので違うと。で違うと。で信頼性に関しては MTBF の話で明らかに B の方が長いんで動いてる時間長いんで信頼性は B の方が高いだろうと。 ということで、うお、パーツだと、<laughs> そうしたらもういいしかないですよね。まあ、こんな風に、あの、解いていってもいいですんで。まあ、基本的にはですね、あの。うん。まあ、難しくなくですね、解けるはず、無理なく解ける問題ですね、うん、になってますよと。といったところです。じゃあですね、次。 次ですねで次は15問目ですね。ちょっとこの辺見ていきたいなというふうに思います。で、ERP ですね。で、ERP も当然そのテキストに載っていて、で、機関業務の一元管理ですね。エンタープライズリソースプランニングと、機関業務、まあ、会計とか人事とか、で、販売、購買ですね。在庫管理とか、まあ、そういった機関業務でね。を一つのシステム、一つのデータベースで一元管理していくって考え方が、まあ、ERP ですね。になりますよと。 ということで、まあ、これはどういうものなのかなっていうのは分かってるはずですね。なんでこう、まあ、パッと解けるはずなんですね。で、あの、機関業務プロセスの実行、統合業務パッケージを利用して、で、機能相互に関連付けながら支援する総合情報システムのことだと。うん。これ、いいですよね。あれ、いいです。いいですと。で、まあ、いいとか見ていると、クラウド上で処理すると、必ずしもクラウドで処理するわけではないですよね。で、ERP って、もともとやっぱ、あの、オンプレミスというか、 クライアントサーバーシステムの元でですね動いてたパッケージソフトですね。この辺もあのー、載ってるんですよ。フォーカスのテキストには時代の流れが載っていて、2000年代ぐらいはですね、あのー。 変遷としてですね2000年代ぐらいはクライアントサーバーシステムの中でですね大企業がなんか億単位でお金かけてですね作ってたと自社にサーバー立てて自社サーバーにインストールしてで使ってたとでクライアントサーバーシステムの環境を使ってたとそっから2000年以降です、ね、にインターネットが進化してようやくクラウドっていうのが最近現代出てきてでクラウドの月額料金でですね、まあ、利用できるようなものも出てきたんでまあ,あの中小企業向けにですねあの出てきたものもありよと。 いう感じの流れなんですね、まあ、なのでクラウドになったっていうのはま最ごく最近の話になってくる,くるんで ERP が全てクラウドっていうわけではないんで、まあ、この辺はやっぱバツだとというふうに判断できるんですね、うん、このようにテキストの、ね、知識を複,複合的に、まあ、あの使えばですねもうすごくあの判断はしやすいですねで あとは、うですね。企業経営に必要な諸資源を統合的に管理する。ここもちょっと、あの、多分これと迷った人多かったのかもしれないですね。正当率がちょっと低いんで、ちょっとここで迷ったのかなっていう感じですね。で、ただこれって諸資源って言ってるのって、なんかこう、何、どこまで含むんだというところですね。ここのなんか曖昧さがものすごい出てるんで、なんかちょっとこれはなんかかなり曖昧すぎるかなと。 で ER、って言うと機関業務なんですねあくまで機関業務をの資源に限定されるものなんで,で人物金の資源の中でも特にやっぱ機関業務で、ね、人の人事とかものでいうと販売購買在庫ですねとかっていうところに限定されるんでもうちょっと範囲が狭いかなと ERP っていうともうちょっと範囲が狭いから諸資源って言うと何でもありみたいなになっちゃうんでちょっとそれって言い過ぎかなって感じですね。 うん、まあそんなふうに考えると「まあう」ではないなと。うん、<laughs> という感じですね。で絵が企業経営の持つ諸資源これも諸資源ですね戦略的活用を計画するためと。まあ、これもちょっと悩ましいところですね。になりますけどやっぱ諸資源というのが引っ,っかかりますよね。引っかかりますし戦略的っていう言葉まあ ERP って別に戦略立案に活用するシステムっていうのがまあ大きな目的ではないんですよね。 ではなくて、例えば SIS とか戦略的情報システムとかっていうのもありますし ERP で積み重ねた情報を BI ビジネス・インテリジェンスで意思決定のために戦略的に使うとかっていうんであればですねやっぱ BI と一緒に使うんであれば戦略的な利用活用っていうふうになりますけど、まあ、ERP 単体だと、まあ、戦略的な活用を計画するっていうのはちょっと。 ERP の説明としては外れてるなって感じですね。一番ダイレクトなのはやっぱあですね。という感じ。まあこの辺もテキストに載ってる話なんで、まあちょっとやりやすいとしてはやりやすいかなと思いますね。です、うん。で、まああとはですね、このまあその戦略的に BI とかの話でいうと、この16問ですね。16問も。 このままです、ね、BI の論点としてやっぱ出ていてデータウェアハウスオーラップデータマイニングとか、まあ、この辺はしっかり出てるんですね出ていてでまあその辺の話はですねこの辺紐づけてですね管理できればでまあ A, A の話がデータウェアハウスのことを言ってんなとか C がオーラップのことを言ってんなとかっていうところはできるんですねあのテキストにそのまま載ってる論点なんでその辺の知識からまあこの16問に関してもまあ解けると。 いう問題にもなってまますと、まあここはちょっと正当率高かったんで、まあ、ここは当然できてほしいなという問題ですね。です。まあ、こんなのも当然載ってますしと。もうほとんど載ってんですよね。<laughs> ほとんどテキスト載ってます。17問も載ってます。これもテキスト載っているシステム開発のんでね、DevOps。これもあのー、一応載ってます。で 過去問にも出てます過去にも1回出てますのでディベロップメントとオペレーションですねで要は開発と運用なんですね開発する段階からも後,後々の運用のことも考えて開発しましょうねとか結構システム開発するときにこの開発するチームと後々運用するチームが別チームで全然なんかコミュニケーション取れてないみたいなことも起こりうるんでその辺をしっかりですねあの考えながら後の運用のことも考えながら開発しましょうねとか、まあ、そういうような。 観点の話なんですねですと <laughs> まあなので開発と運用同時並行に行うんじゃなくてまあ要は後々運用が開発し終わった後に運用があるんでその運用のこともちゃんと考えましょうねということですね。でいでウォーターホールですねまあこれもやっぱりテキストにものすごい大きく出てます。 で上流から下流に順次実行しますよと。で後戻りしないというところですね。後戻りしないと。絶対にしないよと。後戻りは絶対にしないというふうに言ってます。テキストの中では言ってると。でそこに反して開発完成後のみ許されると。例外を認めてるんですけど絶対に後戻りはしないのがウォーターホールなんでこれ罰ですと。というふうにまあ強い意志でですね。<laughs> テキストに確かに書いてあったと。 後しないいと書いたとなんでその、それをそのまま使って、で、家、e、を罰にしていただければいい OK です。で、う、スクラムですね。で、スクラム出てます。<laughs> テキスト載ってますと。で、過去の本知見にも出てますなんで、別に新しい言葉ではないですと。っていうところですね。で、まあ、スクラム、あの、アジャイル開発の一種ですよね。なので、まあ、XP とかスクラムとか、まあ、こういったものは、あの、アジャイル の一種として出ておりますよというところですで。物理的に同じ場所作業するか同じもの必要ではないと。まあ、ここもうそのまんまの文章でで、あの書いてはないんですけども、あのー、特にですね、あの密接な連携ですね。 開発し,、まあ、しながらやっていくと、まあ、スクラムって、まあ、要はあのチームを組んでですねチーム主体でやっていくよというところなんですけど、まあ、絶対に同じ場所にいなきゃいけないっていうことではなくて、まあ、そのリモートで,です、ね、あのつながりながらうまくやっていくっていうような、まあ、現代的な発想ですねでやっていくような開発方法論になってますとっていうところなんですね、まあ、そんな風にしてみておいていただくといいかなとであとまあプロタイプモデルもあのテキストに出てるんでプロタイプ試作品ですよねプロタイプは試作品のことですよと でなのでシステムを作る前に作る前にですね作る前に要件を確認した後にまに、あ、廃棄する試作品のことというか要件を確認し合う時に使う試作品ですよね。なので、まあ、必ずしも廃棄するかどうかも、まあ、別に廃棄するかしないかっていうところは別にプロタイプモデルとしての重要度の低いところなんで。 で試作品を使いながら要は分かりやすくですねも要は家でいうとモデルハウスですねこれからマンション作りますよとまだ,まだマンションできてない状態でじゃあどうやって、あのー、マンションを買えばいいのかとで要は中身がど,どんな部屋になるか分かんないとでやっぱ実体験として見たいですよねそれと同じようにシステムもまだこれからオーダーメイドで作るとどんなシステムになるか分かんないという状況ではやっぱユーザー側からしたらですねやっぱ見たいと。 でそこを試作品で作ってでそこを要件を詰めていくとそれを使って要件を詰めていくとそのために使うんですよねだそのプロタイムモデルのことを言ってるんでと <laughs> まあそんなイメージをですね沸かせながら解いていただければッケですると,というところです、うん、で, <laughs> であとはですね、えー まあ一応18問見ましょうかね。で、これもまあそのまま全てあのテキスト、テストですね。システム開発のテストのところで、で、まあ全て載ってます。で、正答率これ78%あるんで、まあまあ皆さん普通にできたんだろうと。で、結合テストの話も当然テキスト載ってます。ブラックボックス、ホワイトボックスも出てます。で、リグレッションに関しても載ってます。載ってますんで、あの全て、用語としては載ってるんですね。載ってるんで、もうこれも解きやすかったはずですよと。 っていうところです、ねうん。でまあここ特にまあブラックボックスとホワイトボックスの違いとかですねまあそういうところですねあのあのプログラムのな内部プログラムの中身の作りをですねブラックボックスにするかホワイトボックスで中身を意識してテストするかのどっちかですね。の 内容で内部構造を理解した上でテストするというふうに書いてあるホワイトボックスが正しいんですよね。まあ、こういった内容もテキストの通りに覚えていれば、まあ、これはまあ、普通にできたかなっていうところですね。<laughs> で、次ですね、十九問目も、そうですね、これ暗号化セキュリティに関する論点ですね。で、これ、まあ、解きやすかったかなっていうところですね。で、共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式も、過去の本試験で結構出てます。 もともと出てますしで当然それはやっぱテキストに載ってますしでもう絵を使ってですね図を使いながらもうテキストにも出題されてたんでまあ結構まあ理解してる人が多かったかなと共通鍵だったらまあパスワードですよね共通のパスワードでロックする時と開ける時に同じ鍵を使って開けますよと共通の鍵ですと普通の <laughs> パスワード方式ですね で公開鍵の場合は、まあ、あの閉めるときと開ける時の鍵が変わりますよとでペアとなる鍵っていうのがやっぱあるんで,でそこをですねあのやっていくとで送信者ただしで送信者送信受信者の公開鍵で暗号したら受信者はですね受信者の秘密鍵で複合しないといペ,ペアになってないですね送信者の秘密鍵と受信者の公開鍵がアペアになってないんで同一人物がもともと持っていた 受受信信者者のの公開鍵鍵と受信者の秘密ペアになってたものの片割れの方の公開鍵で閉めてで片割れの方の秘密鍵で開けるのでだから複合できるという仕組みなんですね。なのでその辺の受信者とか送信者の鍵だとかこういった話もテキストにそのまま載ってます。<laughs> 乗ってる話でこの辺を押さえとけばまあ解けますよ。とかっていうその観点でですね。問題に出る観点でもうテキストに載ってるんで、まあテキストやってればこの問題もできるって感じですね。まあそんな風にですね。この暗号方式ですね。に関してもあのポイントをしっかり押さえながらですね。あの出る内容で押さえていければ、まあ無理なくできる問題になってました。と出たところです。 であとはですね、まあ、あのー、これですかね、23問目、クラウドですね。で、クラウドも、まあ、重要度高いって感じでですね、まあ、結構毎年出題されますんで、で、まあ、当然、テキストに載ってますねで、イヤースとかマーズとかパース、サーズですね。で、マースの方は、ちょっとモビリティアズサービスに関しては、まあ、テキストにまあバシッとは載ってないですね。載ってないですけど、まあ、イヤース、パース、サーズに関しては、しっかりと、もう、 大きく取り上げて乗ってますんで、まあこの辺はですね、あのしっかりできていれば、まあ判断はしやすかったかなというところですね。で。 こで,す、ね、でクラウドコンピューティングのサービスはさまざまな形態で提供されます。でアプリケーションミドルウェア OS ハードウェア全ての機能を提供し複数の顧客が利用するサービスの総称としてと。でアプリケーションも提供してるしミドルウェアも提供してるよと。でアプリケーションまで提供してるってことは要はもう SARS ですねソフトウェアアズアサービス SARS の話をしていてでアプリケーションは提供してないんだけどミドルウェアハードウェアは提供してるようが PaS なんですよね。 でミドルウェアすら提供してないと。でもうハードの部分、もうサーバーを使ってくれという感じでサーバーを単にこう提供してるっていうのがイヤースですね。インフラストラクチャーの部分だけを提供してますと。で、まずはモ,モ,モビリティなんで、またちょっと別の概念ですね。あのまあ、移動手段というか、まあ、そういったところの話を。<coughs> してるのでまあこうこのクラウドに限定される話じゃないですよねそもそも。という感じになってくるんでですねまあこういった用語ですねまあ、うん、なぜか正当でいうと50%なんでもうちょっとなんか70%ぐらいできてほしいなっていうぐらいのかなり基礎的なものですねになってますんでこれもテキストそのまんまの取材になっていると,という感じですね。ということで結構ここもやっぱできてほしいなという問題ですね。 まあこいったんな感じで, <laughs> 一旦ですねあの紹介としては以上になりますけども、あのー、まあほとんどの8割9割ぐらいの問題が、まあ、要はテキストに出てますと出てましてでその中からまあ解いていくというような形ですね。でただこの令和元年の本試験は解きやすい問題だったんでちょっとまあテキストからの出題がまあ普段より多い。 多かかったかなとというところですねなんでこれがもうちょっとまあ比率がもうちょっとは出てないのが普通なんで。 ちょっと今回テキストが出すぎてるっていうのはまあ確かにあるかなと思います。ただまあテキストをしっかりやっとくことによって今こんだけできるんだっていうのがまあ,あのよく分かるあの本試験問題だったと思いますんでまああのフォーカスのテキストでねぜひ信じていただいてまああのやり込んでいただくというふうにしていただければねあの本試験問題解けるようになっていきますんで、まあ、ぜひあのご活用いただければというふうに思います。で <laughs> ただから活用の仕方っていうところもやっぱ一つも、あのー、ポイントなんでまあ丸暗記はやっぱりやめた方がいいですね。でテキストの丸暗記をするしようとすると何回も何回もテキストを読み込んでただ単に暗記をしようとするっていう感じでテキストを見るんじゃなくてな何だろうこれっていう感じでこれはこういうもんなのかなどういうもんなのかなとかっていうのを考えながらですねちょっと読んでいくとそうすることによって理解が中心となる学習に変わっていくんで 書いてあるこの用語はなんか解説がこう用語に対する説明が書いてあるけどもこの用語っていうのは実はもうちょっとこう自分なりにこうイメージで理解していくとこういうことなのかなとかっていうのを自分なりのこう何ですかね言葉に置き換えながらですねこう自分が一番理解しやすい覚え方に変換して押さえていくって感じでテキストをですね <laughs> 見ていただくと。 それが一番いいですね。それが一番効果を発揮するんで、まあ、そんな風にテキストをぜひ使っていただいて、でそれをやった上で,で、ね、全輩、過去問を見ていただくとですね、あの、ああ問題、あ,あ、これか、こういう風に出てんのかという感じですね、あので自分がこうい、まあ、ういう風に解釈してたけども、その解釈で言うと、やっぱこの問題結構解けるなと。 っていう感覚ですね結局選択肢を選べればいいだけの話なんでこの不適切か適切かが判断つけられればいいんですよね。なので別に用語を覚えてる人はなくてあの理解していれば要は適切なことを言ってんなとこっていうところを判断がつけられればいいんですよね。だから判断力なんですね必要なの。判断力にを判断をするために必要なのは理解ですからね。なので理解中心の学習をこの形状システムでもしていただくと。でっていう形ですね。 なんであので基本的には周辺科目ですけどもやっぱあの暗記に頼る学習は逃げですしあんまり点取れないですね。点取れないですしで特に難易度が上がった時こそもうどんどん点取れなくなりますんで <laughs> あんまり暗記に頼らないようにですねであのテキストを使っていただければなというふうに思います。 じゃあ、えーとまあ、解説ですね科目別解説動画の内容としては以上になりますので、まあ、ぜひですねこれからの学習あのぜひご活用いただいて頑張ってみていただければと思います。ではどうもお疲れ様でした。